疲れ様です。90分振り返っていかがですか？90分振り返って、まあ、引き分けで終わってしまったのは、まあ、すごいもったいないかなって思うのが一番ですね。今まで5試合連続で先制点が取れていたので、はい、その先制点が取れないっていう部分でチームへの勢いとかモチベーションっていうのは何かありました？やっぱ先制点も取れていたし、先制点もまあ早めの時間で取れていたので、これまでの試合やっぱそこから相手の勢い止めることもできるし、その上に自分たちの勢いも良くなるので、やっぱ先に点取るっていうのはすごい大きいかなって感じました。そうやって考えると今までの試合と少し今日は変化があったと思うんですが、そこの理由って何か見つかりました？そうですね、最初やっぱ前半の入りが、まあ、自分たちのペースというより相手にちょっと、まあ、相手のペースに なってしまったのかなっていうのはありますね。一方で無失点というのはディフェンダーにとっては大きな収穫かなと思うんですけれども、どうですか？まあ、結果的には無失点なんですけど、まあ、バーだったり危ないシーンもあったので、まあ、今日の試合はラッキーだったのかなって思います。次節に向けてこうしていきたいというのを教えてください。まあ、連勝が今日で止まってしまって、やっぱこういう1試合を大事にしていかないと後々響いてくると思うので、やっぱ勝てる試合をしっかり勝ち切るためにも1週間全員でいい準備してしっかり次も勝てるようにしていきたいと思います。また今シーズンは保土ヶ谷ここでの試合が今日で最後でした。サポーターの皆さん近かったと思うんですが、何か感じたことありますか？やっぱサポーターの皆さんが近いっていうのはすごい力になるんですけど、保土ヶ谷でいい結果が今シーズン残せなかったので、まあ日沢ではしっかりいい結果残せるようにホーム戦もしっかり頑張っていきたいと思います。季節楽しみにしています。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。